ゆっくり会は意外とお酒飲む人が少なくてビビった。中の人の周りは酒くずばかりです。いい夜ね。今回も桜リキュールを使っていくよ。3作目となる桜カクテルシリーズ。1作目は桜ジントニック。2作目は桜ソルティドッグ。そして今回は何を作るのかしら。今回は桜ラテを作ります。優しいカクテルになりそうね。早速材料紹介。桜リキュール 30ml、 牛乳 90ml、 あとは飾りでミントの葉を用意してるわ。材料も単純だから作りやすいわね。作り方もめっちゃ簡単よ。それじゃやっていきましょうか。いくぜいくぜいくぜ。桜ラテ完成よ。お疲れ様でした。牛乳が泡立ってて柔らかい色合いね。このままだと味気ないからミントを添えてみたけどいい感じになってよかったわ。じゃあ早速飲んでいくわよ。乾杯。めちゃくちゃ飲みやすいわ。桜の優しい香りと風味で、あとミントの香りもいいアクセントになってるわ。前作ったカルーアラテみたいな感じね。これなら材料も少ないし作りやすいと思う。よかったらみんなも真似してみてね。春を感じさせるカクテル、この季節におすすめよ。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、また次の動画で。また見てね。